皆さんお久しぶりです。今日は福岡の中心地天神にやってきました。天神に来たのは10年かもっとかな、15年ぶりぐらいになるかもしれないんですけど、知らない建物とかも建っててちょっとびっくりしましたね。自分が社会人になって最初に一人暮らしをした町でもあるので、今日はそのあたりも訪れてみたいんですけれども、あ、これは福岡の大丸ですね。この大きくて赤い建物を見ると福岡に帰ってきたっていう気持ちになります。で、あとこれはインキューブっていう雑貨屋なんですけれども、ここにもよく来たのでちょっと懐かしくて見てしまいました。カメラを向けてるのはもちろん自分だけなのでね、ちょっと恥ずかしかったんですけど、で、まあ名前を変わってるのもいっぱいあって、これショッパーズ大英って呼んでたんですけれども、今では天神ショッパーズ福岡っていうみたいですね。なんかまあ浦島太郎館が久々に来ると半端ないんですけれども、あ、でこれは福岡でおなじみの西鉄バスです。西鉄バスといえばグループ全体のバス保有台数が世界一という巨大企業みたいですね。で、こちらは昔の柄になります。めっちゃ懐かしいな。で、この日は山笠のっていう祭りの直前だったので山笠が展示されてるんですけど、ここ天神の新天町は昔ながらの商店街で、まあ、全く変わった雰囲気がないですね。開店時刻前なので、シャッターが閉まってるんですけど、決してシャッター商店街ではないです。まあ、久々に福岡に帰ってくるとすごく感じるのが外国の方が増えたなっていう感じですね。まあ、この日は平日の昼間なんですけれども、まあ、一日通して、まあ、あちこちで食べ歩きをしている外人の姿を見かけることができました。今日はこんな風な曇り空なんですけれども、これから、晴れてしかも暑くなります。なんか気温が35度まで上がるということで、今日は灼熱時刻を覚悟してきました。ここはアップルストアですね。iPhone SE が発売されたらもう一目散に買い替えるつもりなんですけれど、残念ながら今年は発売にはならないみたいですね。で、天神にはかつて紀伊国屋書店っていうのがあったんですよね。巨大な書店が。ただもう今は博多駅の方に引っ越したみたいでなくなってましたね。で、別の書店でこういうふうに検索したんですけど、欲しい本を見つけることはできませんでした。やっぱね、ここに来れば何でもあるっていう大きな本屋がなくなるっていうのは結構不便なものですね。で、ビッグカメラも1号店だけじゃなくて2号店までできてました。結構でかいんですけどね、1号店も。で、華厳神社、そして華厳公園からのソラリアプラザっていう、まあ、福岡市民の方にとっては馴染みの建物なんですけれども、福岡にお住まいじゃない方も今日はもしよかったら、あ、こんな街なんだなっていうふうに思っていただければというふうに思います。で、ここ、福岡三越の1階ですね、ライオン広場っていうんですけど、かつてはここに噴水があってよく待ち合わせ場所とかに使わせてもらったんですよね。ただもう噴水は撤去されてなくなってました。まあ、ちょっと寂しいですね。で、こちらは福岡のメガネ、天神アイガンビルですね。まあ、軽快な音楽で有名なっていうかおなじみの CM、まあ、あれやってんのかな、ちょっとわかんないですけども。で、真ん中くり抜いたような巨大な建物は福岡銀行の本店ですと。で、今日は、これからちょっとね歩くので、まあ暑くなるんで背中のリュックをロッカーにしまって、で、身軽な状態で動き回ることにしました。まあ、社会人になってっていうか、最初に住んでたマンションにとりあえずこれから行ってみようと思って、そちらの方向に歩いてみようと思います。まあ、結構ねっていうか、まあもうなんだろう、30年近いのか、いやそんなんないか、ちょっと待って、22年かぶりぐらいですね。で、緑の看板のインド料理屋店が、まあ、昔からあったんですけど、そこを起点に始まるこの通りが親不孝通りっていう通りです。
かつて2つぐらいなんか予備校がこの辺りにあって、その予備校生がたむろってるので、ここ親不孝通りって言われることになったみたいです。ただちょっと字があれじゃないっていうことで、2000年に親不孝通りっていう風にちょっと漢字を改めたんですけども、結局2017年にもともとの馴染みのある親不孝がいいということで、また漢字が元に戻ったっていう経緯があります。でその予備校ですね、一つは水木学園っていう予備校がここ左前方にあったんですけれども、残念ながらもう駐車場になってますね。もう建て壊されたみたいです。自分も中学受験の時に、全国統一模試とかでね、この水木学園っていう建物の中で何回か模試受けたことがあるので、ちょっと懐かしみたかったんですけども、もうなくなっていたのでちょっと残念ですね。でこの水木学園の裏手に回ったところにあるのが、かつて自分が住んでたマンションですね。まあ家賃が7万円だったんですよ。まあ、新卒で7万円って結構厳しかったはずなんですけど、なんかね一人暮らしに夢見てたので結構そこ気にしないで、引っ越した記憶があります。13階建ての5階の角部屋かな。ただ2005年に福岡西方沖地震っていうのがあって、震度6弱だったんですよ。でここもともとは平らだったんですけど、その地震の時に段差ができて、まあ、それをちょっとまあ久しぶりに見てちょっと懐かしんでしまいましたね。すぐ近くにはねこのラーメン坊主っていうラーメン屋さんがまだあるんですね。まあ2回か3回ぐらい行ったし、まあ、向かいのローソンには結構頻繁にお世話になった思い出があります。懐かしいな。でちょっと出てきて名の津通りっていう、まあ、東西に走ってる通りをひたすら天神から離れる方向で西に向かって歩くことにしました。ケーズ電機の看板が見えるんですけど、ここねケーズ電機が今建てられてるんですよね。ただねここもともとは確かね花の湯っていう温泉施設があって、まあ他にはスポーツジムもあったんですけど、温泉ジムには結構こう頻繁にっていうか、訪れるっていうかね行ったことがありました。まあ、今日も暑いからこの温泉に入って帰ろうと思ったんですけど、来てみてびっくりっていうか、まあ、温泉施設はなくなってました。どうやら2年ぐらい前にもう、廃業したみたいですね。他に近くに温泉がないのでねちょっと残念です。というわけで、来てみたのがよく来てた、長浜ラーメン一新亭っていうところです。あ、ここ本店なんだ。本店だったんだね。でラーメンと餃子の A ランチセットを注文しました。まあ、長浜ラーメンっていうのはまあそんなにこってりはしてなくて、麺も細くて、まあ、ほんとシンプルな豚骨ラーメンっていう感じですね。値段もそんなに高くないので、まあ、本当にねちょっと食べるっていうのにちょうどいい、そんなラーメンなんですけど、スープを二口三口とね、懐かしいですね。めちゃめちゃ懐かしい味で全く変わってないことに感動してしまいました。麺もこんな風にね細くて、まあ熱くてもっていうか、まあ割とこうあっさり食べられるようなラーメンで、すごく美味しいですね。でラーメンと一緒に頼んだこの餃子ですね、今はどうかわかんないんですけど、まあ、かつてはなんか店内で作ってますみたいなことが売りだったような気がします。まあ、食べてみても、まあ、全く昔と変わってなかったので、多分今も変わらずにね作ってるんだと思うんですけど、このラーメンといい餃子といい全く変わらない味で、すごく当時を懐かしんで食べ終えることができました。まあ、暑いのに、まあ、ラーメンなんか食べてまたなおさら暑くなるっていう、まあ、そんなような感じで、結構炎天下なんですけど、暑い。でここは長浜っていう地域なんですけども、そこにあるのがこの福岡市中央卸売市場ですね。長浜ラーメンっていうのはこの魚市場で働く忙しい人のために作られたのが発祥みたいです。
まあ忙しいのでさっさとこう麺を茹でることができるようにということで極限までこう細くしたっていうのが長浜ラーメンで、だからまあ博多ラーメンの中でも長浜ラーメンは割と細麺で、スープもねあっさりしているラーメンが多いですね。で長浜ラーメンで一番っていうか、まあ、有名どころはこの元祖長浜屋ですね。それとかあと、あ、そうそうそう、まあ、屋台が発祥みたいなんですけど、この長浜ナンバーワンっていうお店ですとか、あとはこの元祖ラーメン長浜屋っていう、さっきの長浜屋と漢字一字違いなんですけど、そこが結構有名なので、もし近くに来ることがあればぜひ寄ってみてください。で時刻はもう正午にほぼなってる感じの時ですね。これ、気温がねもう35度です。まあ北海道に6年間住んでたので、もう体が北海道の気候に慣れてたので、もうねこの暑さというか、まあ蒸し暑さですね、もう湿気がすごくて、まあやっぱりもともと汗っかきな自分はさすがに汗だくになりますね。汗だくのままこうひたすら歩いて行ったんですけれども、七つ通りからちょっと外れたところにあるのがこの西公園っていう公園になります。自分も西公園に来たのは初めてなんですけれど、まあなんか丘っていうよりもう山ですね。山の傾斜をひたすら登っていくみたいな、そんな感じのところでした。まあもうこの時すでにシャツもパンツも、まあ、汗だくでびしょびしょだったんですけどね。で、頂上にはこのなんか神社があって、で幸運神社っていうんですよね。なんか神々しい名前ですけど、まあたどり着いた時にはもう息絶えてしまってたので、とりあえずお参りを済ませた後休憩することにしました。ポカリを補給と。まだ7月の上旬なので梅雨は終わってないんですけどね、まあセミはもう大合唱で夏が近づいてきてるんだなっていうことを感じます。これはこれ何なんでしょうね。でさらに山の奥の方に登っていくと見晴らしのいい、なんだっけな、あ、そうそう、中央展望広場っていうところに出ました。まあここからは博多湾を、まあ、一望っていうほどではないんですけど見渡すことができます。まあなんかね高いところ、建物以外でこういうところ他にあんまないので結構綺麗ですよね。というわけでまた同じ道を下っていきます。まあ、自然とこういうところにも目が行ってしまいますね。で、まっすぐ下っていったところに見つけたのがこの梅ヶ江餅の出張所です。梅ヶ江餅っていうと太宰府天満宮の名物として有名ですね。1個からでも買えるということで注文したんですけど、焼きたてでめちゃめちゃ熱かったです。で引き続きまっすぐずっと歩いていったところにあるのがそう、この大濠公園ですね。まあ、福岡市民の方であればおなじみの場所、まあ、知らない人はいないと思うんですけども、かつての福岡城っていうお城がここにはあって、まあそのお堀ですね、まあ大きな池があったんですけど、それを利用して作られたのがこの大濠公園になります。まあ、周りは一周ぐるんと回ると2キロあるんですけれども、この池の真ん中には中島があって、そこには橋で渡ることができるので、とりあえずそちらまで行ってみることにしました。で日陰を覗いてみると、まあ鯉もいるんですけど、結構カルガモも集まってたりして、まあやっぱねこんだけ暑いとこうなる気持ちはわかりますね。大濠公園には何度も来たことあるんですけど、中島に渡ったのは初めてかもしれないですね。浮見堂っていうのがあって、ここからは大濠公園と周囲の街を一望することができました。なんかね子供の時は何もない公園っていうイメージだったんですけれども、大人になってきてみると
なんかね、いい公園だなっていうふうに改めて思います。これは詐欺かな？うん。で、ちょっと暑いので、ここでコーラを買いました。めちゃめちゃ暑いからね。で、先ほど買った梅ヶ枝餅を冷たいコーラで流し込みます。久々に食うとね、めちゃめちゃ美味しいですね。で、せっかくなので、お堀公園をね、周りをぐるっと散歩して帰ろうと思います。一周が2キロっていうことで、子供の時はなんか一周した時はすごい感動した思い出があるんですけど、まあ大人になってきてみるとそんな長い距離じゃないですよね。この上からやってきて、ぐるっと回るというふうな感じで行きたいと思います。まあ途中でこうやって水道があるので、まあ汗も流さないとちょっとやってらんないみたいな暑さなんですけど、まあでも歩いてみるとすごく気持ちよくて、結構ね、ランニングをしている人とか、筋トレをしている人とかも姿の人もいて、割と思い思いにみんな過ごしている感じで、なんかいいとこだなと思いましたね。まあ、今度一人暮らしをするところはね、こういう大きな公園が近くにあるところがいいなとは思うんですけどね、なかなかね、ないですよね。というわけで大堀公園には結局2時間ぐらいいて、これ2周したんですけどね、さすがにバテてきたので、明治通りっていう通りを歩いて天神の方に帰ることにしました。ここはね、さっきマンション住む時にも選ぼうと思ったんですけど、このマンションですね、ここに住もうかと思ったことがあります。かつてはこの目の前の大きな建物とかはなくて、大堀花火大会っていうのがあったんですよ。まあ、今はちょっとね中止してるんですけど、まあ、それを見るためだけに、まあ、年1回のためにあそこのマンションに住もうかなと思ったことはあるんですけどね。ただ家賃7万円じゃ済まなかったと思うので、あまりに無謀なそんな決断だったなっていうふうに、まあ、今にして思うことだったりします。まあ、明治通りっていうのはこういうふうにこうお堀の横をひたすらこう歩いていくみたいな感じなのでね、右を見るとお堀、左を見るともうビルみたいな、そんな感じの、いい景色のいいところですね。で、お堀が途切れてるところもあって、そこ入るとね、ここは子供の時は全く知らなかったんですけど、福岡城のお城の門が一部残されてるんですね。これ左側が大堀公園になった場所ですね。右側がお城。まあ子供の時は全く興味はなかったんですけど、なんか大人になって来てみると、こんなに立派な門がこんなところにあったんだっていう風にちょっと驚いてしまいます。まあ、近くの通りをね、何十回と言わずに何百回も通ってたんですけど、こんなところがあるとは全く知りませんでした。で、引き続きお堀の横を歩いていくんですけど、まあ、本当にね、この辺りは、高い建物が増えましたね。一時期あの右前方に見える、この建物ですね、これが建った時って周り何もなかったんでね、めちゃめちゃ目立ってたんですけど、まあ、15年かな、20年前かな、けどもう今はもう目立たないほど他のところにいろんな建物、高い建物が建ってしまいましたね。で、この辺りは平和台って言ったり、大手門っていうのかな。まあ、かつてここには平和台球場っていう、まあ、福岡ドームの前の球場ですね。まあ、大英の本拠地があったところが、この平和台球場なんですけど、ここですね。まあ、ドーム型じゃない昔の球場がここにはありました。で、
なんか小学校3年か小学校4年生の時に、まあ、父親がね、チケットもらってきて、なんか2人で見に行った記憶があります。まあ、初めてその時は野球を見に行ったんですけど、まあ、すぐ目の前 の、 酔っ払ったおじいさんがね、おじさんかがなんか酔っ払いながらやじってるのを見て、子供ながらに、まあ、面白いっていうのと怖いなっていうふうに思った記憶があります。でこの平和台球場が取り壊されるのと前後して、この平和台の、地盤に航路館っていう、これね、奈良時代、飛鳥時代、奈良時代、平安時代ぐらいの、まあ、昔でいう迎賓館があったみたいなんですけど、その遺跡が出てきたので、なんか掘り返したみたいな、なんかそんな話だったと思うんですけど、まあ、今はまだだっぴろい公園で何もなかったので、まあ、暑かったし、すぐに帰ることにしました。で明治通りをまた引き続き天神の方に向かうんですけど、途中から一本南の国体通りに移って、またひたすら歩いていきます。まあ、これが天神ですね。福岡三越の建物なんですけど、もう帰った時には結構日が傾いてはいるんですよね。ただ、まあ、気温は相変わらず高くて、もう汗だくだったので、ちょっとこのままだと飲食店そのまま行けないなと思って、トイレで着替えて飲食店に行くことにしました。だいぶお腹も空いたしね。で天神ビルっていうところの地下にある金菜屋っていうお店に行きました。まあ広島風お好み焼きなので、まあ、博多っぽいグルメではないんですけれども、ただね、ここ会社勤めしてる時に昼休みとか、あとはまあ終わってからよく来たお店なんですよね。まあほぼほぼ20年ぶりぐらいなんですけど、久しぶりにちょっとここでお好み焼きをいただくことにしました。めちゃめちゃ歩いたのでビールがうまい、ビールが止まらないですね。もう死んじゃいそうですね、顔が。まあ20年ぶりに来ましたって、まあこれすごい髪型だな。20年ぶりに来ましたって言ったら店の人もね、なんか本当喜んでくれましたね。本当に懐かしい。まあ今はまだ時刻が4時なので誰もいなかったんですけど、多分昼休みとかね、夜の時間帯はここすごく混み合う店だと思います。もともとはこの蕎麦が入った広島風っていうのが苦手だったんですけど、この金菜屋に来て、まあ、食べれるようになったっていうか、まあ、むしろ好きになった記憶があります。まあ、これもね、福岡天神に来たことがあるというか、来る人はぜひこの店行ってみてほしいなと思いますね。まあ、僕はソースとマヨネーズを、まあ、思いっきりかけて食べるっていう、まあ、そんな感じです。というわけでね、まあ懐かしいなと思いながらテクテク歩いたんですけれども、夕方のラッシュに巻き込まれる前に帰りたいと思います。まあ、というわけで今回はちょっと天神をブラブラしただけの動画なんですけれども、どうだったですかね。どうもありがとうございました。またよかったら次回もご覧くださいと。